どうも、コバイチの嫁、小林かなです。2ゲーム目投げていきたいと思います。久しぶりにサミット使おうかなと思います。サミットね、どんな動きする子だったっけ。これちょっと覚えてないんだけど、ほうほうほう、曲がるな。あ、こういう曲がりをする子だったわ。はあ、はあははあ、全然手前で曲がっちゃうわ。こんな曲がったっけこの子。ちょっと扱いが難しいですね。こんなに曲がるっけ。ちょっと立ち位置結構こっちにして、もうセンターより左に立ってみます。めちゃめちゃ曲がるので。いや、ナイスカバー。なんか今日めっちゃ手汗かくのか超外れるんですけど、ね、真ん中より左に立つっていうのは両手投げぐらいなんだけど、そう、立ち位置がね、こんなに左に立つと違和感もあるけど、でも立たないとこの子曲がっちゃうから。あ、ちょっと外出しすぎた。あー、天秤残っちゃった。けどさっきよりは全然いいわ。さっきよりは全然球の動きがいいわ。さあ、今日は天秤取れるかな。初ですね、天秤狙うの。あー、どうどうどう。いや、ナイスカバー、やったぜ。やばい、充電がやばいよ。早く投げないと。よし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 、もう一回行きます。絶対取れたと思ったのに。何番あれ。うわ、8番なんか変なとこ残るんだけど。8番。うわ、取れる気がせんよ。ちょっと待って、8番。うわ、マジでな、どういうことって感じなんだけど。あー、ダメだ。曲がらない。あー、もう最悪。もう久々にノーミス出るかなとか思っちゃった。もうやだ、くそ、ダメだ、曲がらなかったな。ダメだったな、ボールの選択ミスです。長い。ああ、危なかったけど。よいしょ、危なかったな。でもいい感じ。うわ、もう一回一本残った。裏行っちゃった。もうちょっと外出さなかんかった。ひよっちゃいましたね。よしよしよし、ちょっと右ストレートでいけるかな。今日2回は取れたけど。よし、いや、ナイスカバー。
やったぜ。いいぞ。いいぞ。よしよし。ストライクが出したいよ。なんか今まで一か八かなんだよな。来るぞって感じじゃない。コンスタントに出るぞって感じじゃない。あ、いいんじゃない？いい気がする。2番スパット綺麗にいった。あー、なんで、なんでこれ、なん 8？ また最悪じゃん。今度はでも曲がるボールで投げるよ。え、違うかも、8じゃないかもしれん。まあいいか、なんちょっと何番か分かんない。あ、やばい、これ曲がりすぎるやつじゃない？ほらね。うまっ。幻のストライクじゃねえか、今日は。幻だね。幻ですね、これは本当に。よいしょ、あ、どうした？やっと出た。今のは綺麗だったね。さっきはちょっともたもたしたけど、今のは綺麗でした。やっぱ2番スパットの上通るといいな。よしよし。でもあれですね、ボール買う時のなんかあれみたい、軌道みたい。あー、ちょっと中いったわ。全然違う。やばい、これは。おお、あー、しんど。これはめちゃめちゃミスった。めっちゃミスっちゃった。よいしょ。あ、やばい。あー、やばい、もうやだ、もうやー、下手くそ、この下手くそ。全然ダメじゃん、もう190とか到底届かねえよ。あ、やばい、太ももが当たっちゃったな。太い太ももに当たった。あー、もう最悪だ。もういや、こんなんじゃない、こんなんじゃダメ。フェアナイスカバー。あー、次ラストです。はい、次10フレーム目です。はい、ラストだよ。ストライク。ストライク。欲しいのはストライクだけ。よいしょ。よいしょ。あー、やばい。うわー、もう終わりじゃん。最悪。割れちゃいました。取れっこない、こんなの。取れっこない。もう最悪じゃん。なんで最後で割れるんだよ。はあ、最悪。あ、やばい。最後に割れちゃいました。150でした。ストライク2回しか今日出なかったの。あー、やだ、こんなのじゃやだ。やだって言うんだったら練習しろって感じですよね。悔しがるんだったら練習してから言えって感じですよね。はい、私もそう思います。
はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。どうにかボールを変えて2回だけストライクが出ました。真ん中よりね、左側に立ってね、2番スパットを狙うっていうのをあんまりやってこなかったので、多分ちょっと脇の左とかがあって安定感がなかったかななんて思うので、ちょっと今後もうちょっと練習していきたいと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。いいねと思ったらグッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。